皆さんこんにちは。この時間は週一なでしこカフェと題して、なでしこリーグ協力のもと番組をお届けしていきます。 MC を担当します森口香織です。よろしくお願いします。そしてサッカーキングハーフタイム金曜レギュラーとしてもおなじみ、おととい誕生日だった長谷川優ちゃんです。よろしくお願いします。サッカーになりました。誕生日おめでとうございます。さあ、そして今日はゲストを2人お招きしています。現役時代は日テレベレーザやドイツのポツダムでプレー、なでしこジャパンにも選出経験がある長里浅野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてなでしこリーグの実況を務めるフリーアナウンサーの西達彦さんです。よろしくお願いします。こういう番組が始まったんですよ。なでしこだけを特集する、はい、ちょっとお二人としては感慨深いものもあるじゃないですか。ですよね。こんな番組本当、いや自分が元気の時見たことない見たこともないんで、いやすごいですね。ありがとうございます。西さんはちょっとなんか女子会に混ざっちゃったか、いやなんか完全に場違い感があってですね、本当に行くとどうしようかなと思ったんですけれども、でもありがたいですね、こういう番組がねできたっていうことは、はい、もう今日は普段なかなか実況されてると、うん、もう真面目な話しかできないと思いますので、はい、今日ちょっと繋げて真面目な話はしなくていいかもしれない。わかりました。はい、後で言っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、長谷川さん、今日のラインナップお願いします。はい、本日はなでしこリーグを楽しむための秘訣というのをテーマにしまして、はい、なでしこリーグのレギュレーションとは、なでしこリーグの実況解説の秘訣、最後に視聴者の皆様の質問コーナーと、この3つでお届けしたいと思います。はい、もう早速コメントも、西さん声がいいって あ, ありがとうございます。嬉しいな。間違いじゃないですか。大丈夫です。まだ来てないな。まだ大丈夫ですって言葉来てないんです。まだ大丈夫です。はい、ありがとうございます。こんな今日も楽しくやってまいりますので、はい、ぜひ皆さん最後までご覧ください。この番組はサッカーキングの YouTube ペリスコープで配信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、いいねボタンをお願いします。お願いします。それでは週一なでしこカフェ開店です。そうですか。そう、選手にも出ていただいたんですけど、まあ、出ていただけると思ってなかったんで。 Now it's gonna be very。Abraça Saka King e todos os torcedores madridistas aqui, aqui do Japão. さあ、ここからは長里浅野さん、そして西達彦さんと一緒になでしこリーグについていろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、まずはお二人のプロフィールをご紹介します。長里浅野さんは小学生の頃にサッカーを始めて、中学校に入ると日テレメニーナに所属、2007年には日テレベレーザに昇格しました。2012年になでしこリーグカップで MVP を獲得すると、翌年にドイツブンデスリーガ1部のポツダムへ移籍。日本代表でも2011年アジア最終予選やロンドンオリンピック予選に選出され、2015年の女子ワールドカップカナダ大会では姉の長里由紀選手と史上初の姉妹同時出場を果たしました。そしてその後2016年に引退を発表して、2018年に第1子を出産し、現在は子育てに奮闘中ということなんですね。今じゃあお子さんは1歳？1歳です。女の子ですか？女の子です。すいません、画像の経歴のポツダムの下に第一子出産というのがちょっと私つぼっちゃう。経歴だ、なんか経歴のチーム名の下に第一子出産っていうのもそこに入るのはないですよね。確かにね。衝突も来たみたいな。なんか横で笑ってるなと思ったらそれで避けてたんだ。何がプレイのポツダム第一子出産って。すいません、一人が面白くなっちゃった。確かに。じゃあ本当に今はもうずっと子育てに奮闘中っていう、まさにそうですね、まあ、子育てっていうよりなんか同志が増えたぐらい、楽しみながら、はい、サッカーはまだやるとかやらないとかじゃないですよね。やりたいとか、いやでもなんかちょっと
蹴り始めちゃって、の DNA がすごいキックって言ったらキックし始めちゃって、さすが引き継いでもらったら私サッカーやりたいって言い出すかもしれないですね。どうします？いやまあ一旦スルーですよね。一旦スルーするんだ。どういうことですか？なかったことにしたいなっていう。でも娘はちょっとやっぱし大変な仕事だからってことですか？あんまり、そうですね、可愛らしく育ってほしいんで。ピアノとかバレエとか女性らしく育ってほしいんで。いやでも蹴るだろうな。蹴るでしょうね。その DNA 絶対に続いていきますよね。日本の女子サッカー界としては待望のですからね、うん、そうですよね。ぜひ。さて続いてですね、西達彦さんのプロフィールご紹介します、はい、神奈川県のご出身で、北海道大学の法学部を卒業され、旅行代理店勤務の後各地のコミュニティ放送局で勤務経験を経てフリーアナウンサーに。なでしこリーグ実況中継はもちろんのこと、 J リーグや海外サッカーなどサッカー実況西さんにお任せあれ、実況以外にもイベント MC やナレーションなど多彩な才能で活動していらっしゃいますが、曲アナの経験がなくて。あ、そうです。曲アナではなかったです。最初からフリーですね、自分の場合は。どういうきっかけでされたんですか？まあ、曲アナになりたかったんですけど、なれなくって、で旅行会社に一回就職をしてやってたんですけど、やっぱり喋る仕事したいなと思ってこっち戻ってきて、で、練習しながらなんかチャンスないかなと思って、一生懸命その実況の練習とかしてたテープが、まあ、今の事務所を聞いてもらって、でそれがきっかけで、はい、だっていう感じです。多分世の中にはそのスポーツ実況やりたいっていう人もいっぱいいると思うんですけど、はい、そういうやり方もあるんですね。最近増えましたね、あの曲アナ経験のない人。あ、サッカーの実況の中にも結構いますよ。うん、はい、うん、今何年ですか？今もうそれこそ一番初めにいわゆるテレビ局で実況したのは2006年なので、もう13年ぐらいですか、はい、になりますね。はい、枕投げの反応がすごい。あ、枕投げ大会ね。あのね、枕投げはこれ熱海じゃない、伊東温泉でやったんですけど、ちょっとある動画サイトでね、うん、やりますと。で、ついては実況日産してくださいって言われて、まあ、ルールってあるんですかって聞いたら、まあ、そのルールは、なんか、まず布団に寝たところからスタートして、大将がいて、大将に枕が当たったら終わりですっていう、てか、こんな話どうでもいいじゃないですか。いや、気になる人いたんで。いや、あのね、結構すごいルールなんですよ。で、その大将を守るために、リベロっていう役が。リベロ！リベロ。でそのリベロは何をするかっていうと、その寝てた布団の掛け布団を盾にして大将を守る。へえ、伊原正美じゃないんですね。あ、そうです。まあ、でも本当にこうアジアの壁となってやるというふうな仕事をするのがリベロだ。サッカーに繋がっちゃった一応。何でもされるんですか？何でもします、何でもします。はい、されてますもんね。はい、男子もします。 J リーグもしてますし、海外、はい、海外のサッカーも実況させてもらってます、うん、情報量がすごいですよね。そうですね、いろいろこんがらがありませんか？でもそれぞれ切り替えて、あ、もうなんかあれですね、週末に向けて平日はひたすら作業みたいな、そんな感じですね。ずっと試合見たりとか。あ、そうです、試合見たりとかデータ整理したりとかっていう感じです。休まる時がないですね。休まる時、まあでもほぼ試合見るのもみんな楽しみに見てるんで、まあ、それはそんなにはですかね。ご自身はされるんですか？いや、全然しないです。もう自分本当に運動神経ないので。まあ、だから枕投げとかするんです。何でもやっちゃうんですよ、はい、話が上手。サッカーにつながったって書いてありがとうございます。さすがですね。いえいえいえ。長里さんはもともとサッカーはどうして始めようと思ったんですか？あ、兄がサッカーやってて。元気選手。はい、で実は幼稚園の頃から始めたんですけど。早いですよね。そうなん。お姉ちゃんも先にやってたんですか？あ、やってないんですよ、それが。あ、そうなの。で、3分の2サッカーやっちゃったんで、うん、親がめんどくさいじゃないですか、なんか他のやらせるのが。お姉ちゃんは体操クラブ入りたいって言ったんですよ。入りたいって言ったけど、めんどくさいから一緒の、ね、同じサッカーにしてって言って、いやいや始めてました。それで日本代表ですよ。すごいですね。すごいですよね、才能が。やっぱその DNA は3人ともだってサッカー選手ですよね。なかなかないですよね。ないですよね、はい、男子男子男子とかはありますけどね、はい、男子と女子とっていうのは珍しいですよね。確かに、はい、すごい。3人っていうのもね、高木兄弟しか、そうそうそう、高木さん兄弟女
子も含めてですか。すごいですよね。すごい。お姉さんとは今もやっぱよく連絡取ったり、はい、毎日 LINE はしてて、うん、仲良し。アメリカにいらっしゃるから、はい、全然時差でちょっとしか LINE はできないですけど、元気そうなんで、幸せそうなんでよかったです。ニさんはなでしこリーグ自体はいつからですか？はい、確か2011ですよね。そのタイミングであのスカッパーさんで、なでしこリーグの実況中継を始めますと。そっか、じゃあワールドカップ優勝した時からですか？はい、そうですね、あのタイミングだったんで、そこからただもうみんなやっぱり情報知らないんですよ、あの時って。なでしこ自体、はい、なのでもうとにかく名鑑とかも一応あるんだけど、選手の特徴ドリブル一言で終わりみたいな、そんな感じだったんで。大変だ。だからもうとにかく現場行って取材するしかないって言って取材をし始めたのが本当に最初ですね。はい、一番やっぱ2011年からあの辺にかけてものすごいブームでしたもんね。いや、ものすごかったですよね。各地に、それこそアイナックなんかは地方で結構ゲームやってて、山形行っても1万人超えたりとか、まあすごかったです、あの時は。私も岡山のゴベルのリポーターをやってたので、アイナックが来た時も満員で、すごかったです。あんなに湯野郷のあの街が盛り上がったなかなかないなっていう感じで。あれ湯野郷ってすごい場所にありますよね。結構岡山の街からも離れてますよね。だいぶ離れてますですよね。温泉街なんで、ちょっと岡山から車だと40分、50分、はい、岡山駅だとかかるんですけど、いい場所なんですよね。いい場所ですよね。いいところです。あそこ行ったら絶対泊まりたいんだけど、私確か日帰りで行った気分があるんですけど、ね、温泉にぜひ次行った時は、はい、ね、試合行ってすごいいいとこに泊まれて、だからいつも遠いけど行くのを楽しみでした。はい、あ、やっぱそういうところですね。旅館温泉入れてですよ ね、 のですよね。幸せですよね。確かにご飯が美味しいとか温泉があるとかってかなりいいオプションですよね。うん、はい、もう毎試合楽しみですよ ね、 それで。いいとこです、いいとこです。すごい、今日はなんかものすごいみんな喋る仕事の方なんで、すごく盛り上がっていきそうな予感がします。では早速ここから、はい、は進んで、はい、じゃあここからは皆さんが思う女子サッカーの魅力について話していきたいと思います。まずそのピッチレポーターやってた時に感じた魅力とかって森内さんありますか？私男子も女子もやってたんですけど、うん、やっぱり女子って同じ性別の人があれだけ激しく戦ってるっていうのがもうそれだけですごいなと思って。あとよく言われるのが女子のサッカーってファールがあんまりない、クリーンな試合多いですよね。すごく全力で最後までやってるっていうのがすごく魅力的だなって思いますし、なんかこうスピードはややっぱり男子よりはゆっくりなんで、なおさら初心者としては見やすいなっていうのがあるのが魅力だなって思いましたね。あとあのプロの選手ばっかりじゃないので皆さんお仕事されてるから、そういう裏の面とか知るとなおさら頑張ってるなと思って、感情移入しそうよね。普段レジ打ってますとか普段どこどこでジムやってますって言われると、もう本当頑張ってっていう気持ちになるから、そういう意味では女子の方がなんかこうとっつきやすい感じはあるような気がしますね。実際こうプレーしてて感じる魅力とかってありますか？プレイしててはそんな自分からこれ魅力ですかないけど、引退してまあ思うようになったのは、まあそれこそ言ってた通りこうまあ全力っていうか、その多分女子の方がまあ若干男子よりこう気持ちがプレーに現れやすいというか、こうやっぱそういうがむしゃらなところだったり、まあそういうフェアプレーもそれにつながってると思うんですけど、やっぱそういうところはこう人の心を打ちやすいのかなっていうのは思いますね。なんか気持ち入りますもんね。もう頑張ってとかも怪我しちゃって大丈夫ってすごい心配。ちょっとなんかこの保護者的な感じもしますよね。男子あの過度に痛がらないっていうのは、あの女性ってやっぱにあの出産を備えてるからか、こう体が自然とそんな痛みに強くできてるんですよ。うん、だからそこまでこうちょっとぐらいだったらそんなに痛くないっていうか、それはもうなんか本能じゃないですけどそれであるんですって。うん、あと私なんかちょっと感じてるのが、やっぱ女性ってこう客観的に見てちょっと弱いこう印象あるじゃないですか。なんかそれで痛がってるのをなんか悔しいからこう痛がらないみたいな、そういうモチベーションもあるのかなってありますよね。でもやっぱりこう男子と比べられやすい世界でもあるから、うんうんうん、いやこれぐらいじゃ別に痛がりませんよ私たちはみたいな、ちょっとこういう気持ちってありますよね。なおさらやってやるぞっていう感じが、うん、
西さんどうですか、男子も女子もやってますけど、はい、女子のなでしこの女子サッカーの魅力っていうと、さっき猪子の話で出たんで言うと、猪子を初めて行った時に思ったのが、おじいさんおばあさんの観客の方がめちゃくちゃ多かったんですよ、湯の郷で。それなんでかなって考えた時に、まあ、もちろん湯の郷の町にあるスポーツがやっぱり湯の郷ベルだっていうのもあるかもしれないけども、うん、さっきおっしゃった通り、ちょっと男子に比べると速さはゆっくりですよね、うん、それがね多分追いやすいっていうのは絶対あるんです。ああ、お年寄りの方でも、そう、間違いなく。でそれってもっと考えていくと、いろんな戦術とかを考えていった時に割と入りやすいんですよね、うん、初めて連れてった人をこう見せた時に、ちょっとなんか男子のなんかトップクラスのサッカーすごいのは分かるんだけれども、速すぎてなんかどこを見たらいいのかよく分からない、うん、だけど女子のサッカーだとそのあたりがこう割としっかり見ることができると、うん、であともう一つはさっき言ったその痛がらないっていうところで、うん、多分ねアディショナルタイムが短いんですよ女子って。あ、基本的にアクチュアルプレイングタイムがすごく長くて、うん、変なところで止まる時間がないから、うん、そういう意味では、ね、すごく見やすい。それは間違いなくあると思います。確かに女子でアディショナルがもう5分、うん、6分なんてなかなかない、ね、いやあんまり聞いたことないですね。そう、もうそれこそね、なんか頭同士ぶつかっちゃって倒れちゃってとかっていうのはあるかもしれないけど、うん、そういうの以外はまずないですもんね。確かに乱闘とかないですもんね。だったら怖いけどね、逆にね。そう、いつかちょっと見てみたい気持ち。それだけ思いが詰まってるっていう。だから多分ね、女子のサッカーを見てる男性のファンの皆さんもその辺を分かってるから、うん、なんだろう、J リーグばっかり普段見てる人がいきなり女子のサッカー来たりすると、うん、例えば審判の判定一つでおいみたいな声が上がるんだけど、うん、みんなでやってくっていうのが分かってる女性のファンっていうのは、うん、女子サッカーのファンっていうのは、うん、その辺が配慮をみんなにできるっていうところもあるのかなっていうのは思ってて、ちょっとね空気がいろんな意味で優しい。あ、確かに、うん、確かに、うん、それはねいいところだと思うんで、うん、それは女子サッカーの魅力の一つだと思いますね、うんうん、確かに、なんか試合会場の雰囲気も違いますもんね、うん、そうですね、小さいお子さん連れていくんだったら女子サッカーの方がむしろ意外と見やすいかもしれないですよね、うんうん、そう、サイン欲しいなと思ったら試合終わった後ね、例えばサインくださいって言ったら結構皆さん普通にやってくださったりするじゃないですか、うんうんうん、近さもすごく大事だし、しかもその近さで一回接するとまた応援しようってなりますよね、うん、思うと思います、絶対なると思います、うん、さあ盛り上がってきたところですが、はい、ここで一旦コマーシャルを挟んで、この後今日の特集に移りたいと思います。一旦コマーシャルです。ここから今日の特集です。まず一つ目の企画がこちら、どん、今日からこのメニューボードが登場しました、はい、なでしこリーグのレギュレーションというのが、まずこのリーグがどんな概要になっているかというのを、はい、なでしこをよく知らないという方もぜひ興味を持っていただきたいということで、はい、もう一からおさらいしていこうと思います、はい、では画像出ますか。はい、はい、まずですね、行われているのが今2019プレナスなでしこリーグ1部2部とあります。1部2部ともにホームアンダーウェイの2回戦総当たり全18節で年間順位を決定します。で今参加しているチームこちらになります。まず1部、はい、あ、これ非常に分かりやすい、分かりやすいですね、はい、出るかな、参加しているチームの画像を用意してます。こちらです。こちらがなでしこリーグ1部、このねチームだと皆さんご存知だと思いますが、うん、続いて2部のチームがこちらです。こう見るとやっぱりこの J リーグのエンブレムを持ったチームが増えてきたなっていう印象ありますよね、うん、確かにそうですね、とやっぱりその地名がちゃんとついてるので、うん、どのエリアでやってるチームなのかなっていうのは、うん、想像がつくし、うん、そういうのがいいですよ ね、はい、そしてもう一つがですね、先日決勝が行われた2019プレナスなでしこリーグカップ、こちらも1部2部がございます。今年はですね、
4月6日から8月3日にかけて行われてベレザが優勝ということで、はいはい、こちらは先週ベレザの選手を招いて特集したんですけども、うん、こちらも一部二部ともにカップ戦を再開していて、特殊なルールとしては リーグ戦と異なり、下部組織のチームとして登録している選手が人数制限なく出場できるという特徴もあります、うん、そのルールないとベレーザは参加できないですよね。そうです、はい、難しくなりますよね。ワールドカップで選手がごっそり抜けた時に、うん、メニーナの選手が上で戦って、うん、それがあるからこそなんかこうチームの活気も出ますよね、うんうん、底上げもできますよね、うん、そして2019プレナスチャレンジリーグというのもございます。こちらがイースト・ウエストに分かれて3回戦総当たり、総合順位はプレーオフで決定ということで、こちらがチャレンジリーグに参加しているチームになるんですけども、まあ、特徴としてはあの学校、高校とか十文字もありますけど、うん、はい、クラブチームだけではなくこうやって学校も参加しているというのが特徴ですね。そうですね、うん、なんかまあ3部に当たるような形になるんですよね、はい、うん、なかなかねこう見る機会ない方も多いと思うんですけども、うん、こういったこのチャレンジリーグっていうのも注目していただければと思います。はい、でいいかな、はい、うん、ではスケジュールを続いて見てみましょうか、はい、もうあの今半分終わっていてワールドカップで中断しているんですが、うんうん、このあと今週末から再開ということで、じゃスケジュールご覧ください、はい、一応なでしこの3月から5月の数を、あ、前半、はい、はい、む3月の21日に第1節が始まりまして、はいはい、あ、そういう見方か。でカップ戦が途中で4月から始まってきたりして、はい、そういうことですね、はい、一番上が代表でなでしこリーグ1部、はい、2部チャレンジリーグっていうことで、はい、チャレンジリーグが一番ゆっくり始まっているってことですね、はい、助かります。いやいやいや4月から始まるんですね。そうですね、うん、ただなでしこリーグはいきなり始まってトントンと連戦だったんでね、まあ、これも面白い感じのスタートでしたけどね、うん、スクショしましたって人もいる。 ありがとうございます、はい、便利な。じゃあ5月以降もこのまま続けてお願いします、はい、ここからはワールドカップの期間が入りますね。でまあ、この期間中はカップ戦がずっとやっているので、うんうん、まあ、ベレーザみたいに代表たくさん抜かれるチームはそのメニナの子たちが頑張らないといけないという、うん、そういう状況があったわけですね、はい、それでベレーザが優勝してるからすごいですよね。すごいですよね。そう層が厚い本当にという感じでしたね。ワールドカップは7月の9日まであって、でその後カップ戦の決勝は8月3日、はい、うん、そしていよいよこの8月31日から、はい、第10節から始まるという再開するということになりますね、はいはい、そしてはい、はいはい、この後シーズンがもう後半戦は2ヶ月で一気にドドンってやっちゃう感じなんですよね。結構日程詰まってますね、うん、その間にこう U16 も入ったり、はい、19もか、うん、あ、そうですね、はい、あ、だからその間またそのぐらいの年代の選手は抜けちゃうんですね、うん、そういうことになりますね、うん、で最後が11月の2日が最終節ということになりますが、はい、実際こうプレーしてる時でこう代表とかもあるじゃないですか、日程とかってきついなっていう時ありました？自分がまだ代表に入ってない時、うん、こうやってこう抜け代表の人が抜けて、はい、でそれでやっとこう出る機会が生まれてっていうのは、こうあんまり出てない時自分にとってはすごいこうチャンス、ちゃんとしっかりチャンスだなっていう自覚もあったし、それでまあいい時も、まあ、良くない時もあってっていうのはすごくあったけど、やっぱそういう、こう代表いなくても試合があるっていうのはすごいいい、あの流れだなと思ってましたね。いろんな人にこうまんべんなくチャンスだった。そうですね、はい、そうですよね。でも週に1回だったらちょっと積んでる時、週に2回試合があったりとかって、うん、体力の回復ってどうですか？もともと週にその2回試合の時もその木曜日とかに紅白戦とかするんで、うん、まあ、
週に2回試合してるようなものなんで、それが本当に、はい、うん、2回試合になっても、まあ、きついっちゃきついですけど、うん、まあ、いつも通りぐらいな。逆にこう、やっぱプロの選手だけじゃないじゃないですか、やっぱ昼間働いてたりとかする選手がいる中で、はい、こうきついなってこうなってる選手、やっぱ痛いとかってするんですか？あ、自分も働いてやってる時は、うん、なんかさすがに朝起きるのはきついなっていう時はありましたけど、うん、はい、でもそこはこうそういうところを考慮してくれるところに働いたりしてて、うん、なんか少しこう時間遅くしてくれたりとか、うん、休みをちょっと入れてくれたりとかあったんで、まあ、そこはうまくこう両立はできましたね。働いてる職場の方もやっぱり応援してくださいますか？そうですね、うん、本当にこう、まあ、サッカーも応援してくれるけど、うん、こう働くっていうところもしっかりなんかサポートしてくれたり、やっぱその普通に正社員として働いてる人より短い時間しかない分、うん、こう結構手厚く教えてくれたりとか、まあ、できることをやったらいいよっていう優しさだったりとかは結構あったんで、そういうのがあるからこそなでしこ地域密着型っていう感覚にもなりますよね。うん、そうですね、だからこれからもっとこう地域に密着していった方が女子サッカーはもっと盛り上がるし根付くんじゃないかなっていうのは感じてますね。確かに地盤作りじゃないですけどね、はい、まだまだちょっとそこは日本は弱いのかなって思いますね。ミスさん実際こう実況していて、はいはい、こう年間通して変化を感じる時期とかってありますか？うん、変化を感じる、そうですね、うん、まあ、前半と後半で大体分かれるんですね、こうやってワールドカップの年だったりすると、うん、であとは、そうだな、まあ、そこで大体その下部組織の選手とか、うん、今まで使われてない選手たちがこうカップ戦とかで出てくるタイミングで、うん、あ、この選手が結構今上がってきてるなとか見るのは結構面白い、うんうん、やっぱり普段だとどうしてもリーグ戦ってとにかく結果出さなきゃいけないから、うん、割と選手固定されるんですよ、はい、だけど逆にカップ戦の時っていうのは結構やっぱり監督さんも若い子をとにかく使おうっていう風な意識でやるから、その意味でだいぶメンバー変わるんですよね。そこで選手出てくるんで、ああ、こういう子がいたかみたいなのが分かるのが、まあ、カップ戦、うん、っていう感じかな。なるほど、はい、特に女子って男子と比べてもちょっと平均取ったことはないんですけど、はい、若い選手がそういう時に出てくる確率が高い気がするんですけど、はい、だからより伸びる確率も高いですよね。その、いや本当にそうですよ。例えばメニーナの、選手たちとかがベレーザの試合に出てくると、普通に中学生の子たちとか出ますからね、試合に。ですよね、うん、すごいよねこれ、2000何年って書いてあるよみたいなことをつい最近言われてはい、もう本当にそういう子たちが出てるんですよね。だから今だとも2005、6年とかのことを、そう、大山歩選手っていう、はい、メニーナの子なんですけれども、彼女も本当にカップ戦のグループステージではね、ちゃんと活躍してましたから、うん、そういう選手が出てくるっていうのがやっぱり大きいんじゃないかなって思いますよね。楽しみの一つにもなりますよね。なります、なります、はい。で、いよいよですね、今週末の8月31日からリーグ戦後半戦がスタートしますからね、ぜひ新しい選手を探しにチェックしに行くというのも面白いですから行ってみてください。以上、なでしこリーグのレギュレーションの振り返りでした。本日2つ目の企画はこちらです、はい、じゃん、なでしこリーグの実況解説の秘訣についてお二方に伺ってみたいと思いますが、はい、じゃあまず長里さん、はい、現役時代のこう経験を生かし、今はこう解説とかされてると思うんですけど、はい、やっぱりこう実際プレーしていた経験とかってそこでこうさらに生かしていける感じしますか？なんかやっぱ自分もやってたから、うん、その選手の気持ちになりやすいっていうか、その選手がそのプレーを選択する気持ち分かる分かるみたいなのがあるから、こうそれがたとえミスでも、うん、あ、こういうことをしたかったのかなっていうのを、うん、こう汲み取れるのが一番近いのかなと思いましたね、やってた。やっぱ意識するのはそういった部分。そうですね、なんかこうちゃんと考えてやってるっていうのがこうサッカーって大事だと思うので、うん、そこをこうちゃんとこう伝えたいけど伝えれなかったとか、そういうのはこうちゃんと取ってあげたいなって思いまして、うん、でもそういうのでやっぱ選手、実際にこうプレーしていた人がそうやって伝えてくれるって、現在プレーしてる選手からするとすごい心強いと思うんですよね。あとでその、ね、解説聞いても、うん、こういうプレーをしたらよかったんだみたいなのも多分参考になるでしょうし、でもあとで選手たちが聞くと思うとちょっとなんか意識しません？あんまりこう言うとあれだなとか
そんな今のプレーはちょっと失敗ですねとか言えないじゃないですか。いや基本、うん、別になんかダメ出しとかはないですけど、やっぱサッカーってミスするスポーツじゃないですか、うん、まあ、そこに意図があるのかないのかっていうところだけで、うん、私はこう見ててこうつまんないのが何も意図のないじゃ縦パスとかドリブルとかを見てても何がしたいんだろうなっていうのだと本当つまんないんで、うん、そういうところは多分言っていってると思うんですけど。でも大事な意見ですよね。なるべくこう意図があるプレーを拾うようにはしてますね、うんうん、実際こう自分が解説した試合とかでこうなんせゆうきさんからこう今日の良かったよみたいなのあるんですか。でもなんか一回三山さんからなんかいいよみたいに言われた時はすごい嬉しくて、やばいどうしようと思ってもっと頑張ろうみたいな急にテンション上がって、はい、もうちょっとサッカー勉強しようと思いましたね。あのポツダムでプレーしてた時は向こうもそういう実況っていうのはあるんですか、中継は。中継あります、うん、はい、まあ、ドイツ語だけど、ドイツ語ですね、やっぱそれは後で見返したりされるんですか。いますね、うんうん、はい、だからあの別の試合とかも見てるんで、うんうん、それでちょっとドイツ語覚えたりとか。日本のその実況とか解説とかと違うようなところもありました。まあ基本結構一人で喋ることの方が、なんかあんまりこう解説をつけないというか、うん、それでその人が淡々とこう静かなトーンで喋るっていうのはなんか面白いですね、うん。サッカーする環境は違いました、日本と。やっぱり違いますね。あのそのまあ、自分がいたところは本当にこう地域に根付いてるクラブだったんで、それこそ本当お年寄りの人が多くて、おじいさんとか近所からつえついてくるとか。いい光景ですよね。はい、それが、はい、もう何十年も応援してるんだみたいな人が来て、はい、それでこう一つの試合を作るってさっき言ってたけど、うん、やっぱそういう、まあ、ブーイングもちゃんとするし、うんうんうん、いいプレーには拍手するし、うん、っていうこう本当一体感っていうのは、まあ、あのそのドイツのそのところの方がありましたね。どのぐらいお客さん来られるんですか。それやっぱビッグマッチみたいな時は、うんうん、まあ、その規模が3000人ちょっと入る、うん、こうちっちゃい規模 の、うん、あのスタジアムなんで、そこは、ま、満員になって、多分そういう規模感もしっかりこう女子にぴったりのサイズにしてるんですよね、うん、でもいいですよね。こう1万2万入るスタジアムで3000人入ってガラガラっていうよりは、ちょっとこじんまりしたスタジアムでもいっぱいになってればテンション上がりますよね。はい、だからそういうとこもちゃんとやってるなっていうのは思いましたね。これから海外に向けてこう行きたいと思ってる選手がいるとしたら、なんかこうアドバイスってありますか。まあ、サッカーの部分は別にこう、まあ、行ってこう慣れることだから特に問題はないと思うんですけど、やっぱこう言葉だったりとか生活だったりっていうのはこう、あのサッカー人生っていうよりはこう大きく人生にとってすごくいい部分であるので、なんかそういう部分でもこう他の文化に触れるっていうのはこうどん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 こう、じゃあそっちに住んだらちょっと旅してみるとか、自分の知らないことに挑戦してみるっていうのはなんかやってってほしいなって思いますね。勇気いりますよね。でも一人で行くなんてちょっと心細いし。でもこうやっぱ女子の選手が海外に移籍するっていうことがこうメジャーになりつつあるじゃないですか、うん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 、そこそこ私がまだ学生の時は沢さんがアメリカに行くっていうことがもう一大ニュースみたいな、すごい海外に行くみたいのが、今はこういろんな選手がこう各地に行けるようになって、はい、環境ってすごい変化感じますか。そうですね、あの、まあ、こう日本の人たちもこう海外にもいろんなリーグがあるんだっていうのをこうだんだん知ってって、どういうレベルのリーグなのか、どういうチームがあるっていうのをこう知る術がすごい多くなってきたから、こう海外に行く選手も増えたのかなと思うので、そこはこうも日本ももっとこうインターナショナルになってほしいなって思いますね。そういう時期なのかもしれないですよ ね、やっとここまで盛り上がってきて、こう変化の時期というか。そうです ね、もっと海外行って経験するものもいっぱい持って帰ってきてほしいですよね。さっきその海外やっぱ一人しゃべりの実況が多いって言ってたんですけど、ミスさんも一人でこうなんかジョギングだったりとか、はいはい、すごくすごいじゃないですか。、はい、こう意識してることって何ですか。いや特別なんだろう、一人解説の方がいらっしゃらないからなんか自分が頑張って解説とかっていうのはなくって、うん、まあ、一番大事なのは持ってる人を間違えないで喋るっていうことが、大事、もうそれが一番大事なので、うわ違うっていうなのってどうしても残っちゃうんで、うん、
だからそこは気をつけなきゃいけないなって思ってるのと、あとは、まあ、特になでしこやるときはやっぱりなかなかこう皆さん情報がない中でご覧になっている方もいるので、まあ、こういう選手なんですよっていうのを簡単にこう良さを紹介できたらなっていうのは意識をして、うん、やってるっていうのはありますよね。選手個人のことを知ってもらった方がより好きになってもらえますもんね。そうですね、プレーだけじゃなくて、そうですね、だからなんだろう、まあ、プレーの特徴ももちろんそうなんですけど、例えば、怪我からずっと一生懸命リハビリしてたけど戻ってきたとか、あのそういうことだったりとか、あるいはこの子とこの子はまあ同期で仲がいいですよとか、まあ、そういうことですよね。そういうのを知っておくだけでも、ああ確かにこの2人仲いいよねとか、そういうのが分かるだけでもだいぶこう取っかかりになると思うので、だからいいパスが通るとかもあったりします。全然あります、あります。組み合わせ理論はすごく大事です。やっぱそれで女子だと余計そういうのあるのかもしれないですね。そうですよ ね、コミュニケーションがやっぱ取れないと、こうサイドハーフとサイドバックとか、フォワード2人とか、やっぱ組み合わせってすごい大事だと思います。特に女子はありそうですね。バチバチしちゃってこれまで印象残ってる試合ってありますか？印象残ってる試合でいうと、まあ、今年でいうとあの4節、あのジェフとマイナビの試合なんですけども、はい、まあはい、これ J ビレッジでやったっていうのがすごく大きくって、あのまあ、皆さんご存知の通り2011年に東日本大震災があって、はい、でその時に、まあ、J ビレッジ、それからもうちょっとね変わっちゃったわけですよね。コンクリート敷かれちゃってね。そうなんですよ、はい、基地みたいになっちゃってますもんね。そうなんですよ、あの本当にこう最前線の基地みたいになっちゃってたんで、しかもあれですね、はい、ずっと J ビレッジを本拠地にしてた、はい、あの東京電力、はいはい、マリーゼの選手をこう、うん、仙台がこう、はい、引き取って、はい、そうです、そうです、っていうこのつながりもありますもんね、うん、そうなんですよ。でちょうどその時のことを、まあ、私も話をいろいろ聞いていて、うん、まずその時マリーゼの選手たちは確か宮崎であの、うん、キャンプをしてた、はい、だからあの時あそこにはいなかったんですけれども、うん、日本大震災の時に、はい、でまあ、当然キャンプやっててシーズン始まるために準備をしていたけれども、それどころじゃないっていう状況がもう分かってしまったわけですよね。でしかも彼女たちの一番大変だったのは、まあ、名前が東京電力マリーゼっていう、そういうチーム名を背負ってしまっていたがために、あの彼女たちは何だろう、サッカーができなくなっちゃった、ある意味被害者的なあの立場でもあるんだけれども、背負ってる会社名が会社名なんで、それをなんかこう表になかなか言えない状態が今ですらちょっと残ってるかもしれないっていう、そういう状態ですよね。で、結局もう活動できませんよっていうことになって、サッカーもできないかもしれない。でその時あの一生あの解説を監督をされてた、菅野正明さんが、はい、とにかく一人一人の選手たちが次のサッカーチームどこか決まるかどうかっていうのを日々奔走していて、で自分もその当時スカパーのサッカーの実況で解説であのいらっしゃった菅野さんと話をしたりとかすると、あの子ようやく決まったんだよとかいうのを、うん、その週で聞くわけですよ、うん、そんなことをやってる中で、まあ、あのワールドカップがあってっていうのを知っているだけに、うん、ようやくそこでできてよかったねっていうのが、まさにその J ビレッジであった試合で、しかも全面営業再開日の当日にあったんですよね、はい、そうです、あれがまさにそう試合、あの、J ビレッジ全体の施設がオープンしますよっていうお祭りの日にあれをやっていて、で、まあ、マイナビっていうのは先ほどおっしゃった通り、その、東京電力マリーゼの多くの選手を、まあ、受け入れたチーム、うん、でジェフにも何人かの選手実は、その当時行っていて、はい、安本さんとか丸山桂里奈さんとかだったかな、うん、はい、なんですよ。で、まあ、そういう縁のあるチームであるということと、うん、まあ、あそこジェフっていうのは JR が、まあ、母体のチームですけど、うん、常磐線もあれで、はい、あのね、行けなくなっちゃったと、うん、で あの時に看板がかかってたんですよね。仙台の皆さん今度は JR で来てくださいと。まだ普通なんです、うん、なんですけど今一生懸命常磐線はこれから開通をしようとしていて、うん、これが通ったら今度は仙台から皆さんこの J ビレッジまで来られますよ、うん、なんかちょっと鳥肌立ちました、その話聞くと。すごく、ね、復興の象徴ですよね。復興の象徴です。で、その試合が終わった後に、小野ひとみさんっていう、あの、当時、確かその時は早稲田から出て、うん、東京電力マネージャーに入るとしたったのかな、はい、ちょっとごめんなさい、記憶が曖昧ですけど、うん、その時に、あの、キャンプ地でああいうことになってしまって、今、マイナビでプレーしてるんですけど、うん、小野さんが、あの、試合の前に、下小鶴さんに電話をして、はい、うん、
こんな感じで今広野のその火力発電所って近くに福島第一原発近くに広野火力発電所っていうのがあって、そこが J ビレッジも近いんですけど、その写真を撮ってあげて今こんな感じなんですよっていう風なものをあの下小鶴さんに伝えて、で頑張ってねっていう風なやり取りがあったっていうのを聞いたりすると、そこからその9年間ですよね、2011年から2019年に至るまでこの人たちがこう積み重ねてきた努力だったり苦労っていうのはいかばかりか、同じチームでやったのがみんなしばらく、もちろんマイナビがすごく受け入れてくれた、ベガルタが受け入れてくれたんだけど、みんながみんなベガルタに行けたわけではなくって、結構バラバラになったんですよ。だからそういうのも考えるとすごく大きいし、でその中で下小鶴さんは、まあマイナビの方で今度は、コーチ的な役割もしながら、まあ、いろいろその後、別のチームにも行ったりもしましたけれども、でも一番そこのところではマリーザの選手たちとしてつながってんだな、絆があるんだなっていうのを感じた試合という意味ではすごく多かったですよね。いい試合だったと思います。いろんな意味が含まれてる試合だったんですね。いや本当に大きな、だからもっといろんな人にあの試合の意味は知ってほしかったし、でその前の年にいわきで初めて、なでしこリーグの試合があったんですけど、はい、その時にすごくあの野島の試合だったんで、菅野さんに話をそのシーズンの前かな聞きに行った時に、いやようやくできるようになったんだよっていう風に言ってくださった菅野さんの言葉もすごく印象的だったし、結構ねいろんな人が苦労してるんですよ。そうですよね。あの J ビレッジがそのね、そのあの綺麗な芝がコンクリート敷かれたっていうのは、結構サッカーのやってる方にとってもショックなことだったと思うので、そうですよ。それがね、こうやってまた復活してって、しかもなでしこの試合やって、そのゆかりのある選手がやってっていうのはかなり大きいことですよね。はい、コメントでも皆さんバックグラウンドを知ってると選手に感情移入できますねとか、ストーリー知ってみるのいいなって言ってますけど、そういう 裏の話が知ってると知らないとまた見方も変わりますもんね。いやもう全然、はい、違うと思います。だから多分あのそれぞれの選手たちがあの多分あの2011年っていうのは特に女子サッカーにとっても、まあ、チームが一つなくなってしまったし、大きな年だったと思うんですよね。節目の年だったと思うので、なんだろう、まあ、そういうことを皆さんぜひ知ってほしいなって、やっぱそれを伝えるのもその実況として、はい、ね、大きな仕事じゃないですけど、そうですね、そういうのも背負ってこうやってる感じですよね。うん、そうですね。なので、まあ、ちょっとわがままを言ってこの試合ぜひ実況させてもらいたいですって話をして、自分で言われたんですか、やりたい。そうなんですね。はい、あの試合に関しては行きましたね。すごい、やっぱ思い入れがあって、はい、でもそういう思いでこう実況してくださる方がいるって嬉しくないですか、そうですよね、選手として。はい、なんか、そこそんなことまで知ってんのみたいなことを言ってくれるじゃないですか。取材がすごい、すごいですよね。その熱量がやっぱ伝わってくるんで、本当にその一試合だけ、この喋ってる間だけの仕事じゃなくて、その前にやっぱ取材して、何回も足を運んで、その一回行っただけでそれこそそんな情報なんて得れないじゃないですか。あ、まあ、はい、選手と の、 まあこの関係性もそうですし、そういうのやっぱこう積み重ねて、こうやって実況してるんだなっていうのありますよね。でもいっぱい取材しても出せるのって本当2割3割とかで、まあまあそうですね。めちゃめちゃ稼げるわけにいかないですもんね。はいはい、中継あるあるですよね。そうですね。あんまり出せない。堀口さんよくわかってると思います。私も100試合以上実はやってて、そうですよね。1割ぐらいしか出せないから、こう引き出しまたこう閉じるみたいな。でもあれ取材しないと不安なんですよね。そうなんですよね。ネタつきちゃったらどうしようと思って。はい。中継あるあるですね。うん、長里さんはそのなでしこリーグだったら女子サッカーを通じてこう伝えたいことって何かありますか？社会にこう変えたいとか。やっぱりこうどうしてもやっぱ差別というかあるじゃないですか。男女の格差、サッカーに限らず。まあ、本当にこう、まあ、比べるっていうのは、まあ、変な話なんですけども、まあ、こう一個一個考えたとしてもやっぱちょっと差があるっていうのは思うんで、なんかそういうところをこうやっぱりこうなくしていくためにも、女子サッカーのそういうバックグラウンドの話だったりとか、その選手自身もこう自分のプレーで誰か勇気づけられるようにこう全力でやることだったりとか、まあ、見てる人もあ、この選手応援したいなって思ったらこう最後まで応援して試合見に行くとか、やっぱどっかでこうまあみんなで盛り上げるじゃないですけど、まあちょっとでも関わってる人がこうもっともっと関わっていけるようにっていうのがこう
まあ、女子サッカーの一つ魅力なのかなって思うんです、うん、こう一丸になれるっていうのは、うん、なんかそこはこうなんか、うん、そういう魅力はこう女子サッカーにあるので、そこを伝えていきたいなって思いますね、女子サッカーでね。知ってほしいですね、そういうのを、うん、なでしこカフェを通じて知ってもらえたら、もうむしろレギュラーできてほしいぐらいな気持ちなんですけど、まだまたちょっと話聞きたいんですけど、まだ次の企画もあるので、はい、はい、まず以上、なでしこリーグ実況解説の秘訣でした。はい、続いて今日最後の企画はこちらです。視聴者の皆さんとカフェトーク。はい、今までもずっとしてたんですけど引き続きやります。この企画はですね、はい、視聴者の皆さんと一緒にお話や質問などコメントで募集しまして、はい、皆さんの疑問や要望にお答えしたいと思うんですが、どしどしコメントください。ずっといただいてるんですけども、はい、ちょっとね、流れちゃってるやつが拾えてないのもあるかもしれないんで、ちょっと答えてもらってないよって質問あったらもう一回書き込んじゃってください。ちなみにちょっと今外国人入って上がってくるかなとかありますね。あ、今ちょっと ね順位が、はいはい、まあ、アメリカブラジルからねそれぞれ入れてきましたんで、まあ、選手層的には決して最下位のチームではないはずなのでなので、まあ、もちろん怪我人があったりとかね、ちょっといろいろうまくいかなかったんですよ正直。なので、本領発揮してほしいかなっていうのが、ありますかね。まあ、ただどれだけ馴染むかはちょっとやってみないと分からないじゃないですか、サッカーって。いい選手でも、だからその辺はちょっと見てみないとなんともなっていうのが正直なところですかね。じゃあ後半戦みんな 見ながら、はい、うん、皆さんも見ながらちょっとそこをね追っていただければと思います。女子サッカーグラウンド広すぎっていうコメントもありますよ。あ、思います、ね、あ、なるほどね。ダンスと同じやっぱりなんか5メートルぐらいずつこうちっちゃくしてぐらいがいいと思います、ね。FIFA の規定って結構幅ありますよね。幅広いんで、本当は決まってないですもんね。そ の,、はい、その幅の一番ちっちゃいので作ってほしいって思いますね、すごく。あ、やっぱりそれはプレーする側もやっぱそう思うんですね。プレー、そうですね、うん。なんかこう、どこだっけ、なんかが、はい、多分一番ちっちゃいので作って、っているところがあって、うん、そこはすごいやりやすいなって思ったんですよ。そうなんだ。違うんですね。でも普段と例えばパスの距離とかも変わるじゃないですか、距離感が変わるんで。でも逆にこうロングボール1本でちょうどいいところで受けられるみたいなのありますよね、絶対。なんかすごい広いスタジアム行った時に、うん、もうその試合前に入った時点で、うん、めっちゃ遠いなって。そうですよね。2本通さないと行かなかった場所に1本のボールで行くからより速いサッカーができるとか、うん、はい、そういう違い出てくるかもしれないですね。面白いですね、それ。確かにありですね、はい、考えてほしいですね、真剣にみたいな。リーグの方にちょっとよろしくお願いします。その試合のために1個前中にやってみたいな。でもやっぱりこう男子も女子も同じとこでやったりとかってなると、そうやって作り変えるっていうのが難しいですかね。線何本もってわけにもいかないし、体育館みたいな感じでね。体育館聞いてあったら、ありがとう。今出た、今ここまだ出てないよ。今正体逃げられるんだから、違う。マイボーとかやってるけどまだ出てないからみたいな。でもなんか消える線とかにしてもらって、ね、なんかその時だけみたいな、ちょっとちっちゃくしてもらいたい、ね、確かにそれ、確かにそういうのありますよね。やってほしいですね、ぜひ。女子サッカーと秋春開催は無理ですか、うん、J リーグと一緒だとなかなか見られません。確かに、確かに、確かにあります、ね、それも言えます、ね、同じ日にやっぱり開催するかどっち行くかってなると、なかなかこうちょっと女子見るタイミングだなとか、まあ、新潟がちょっとしんどいかもしれないかな、ね、あ、確かにそうですね、やるとするとね、はい、あ、そうか、冬が雪が積もるところだと、はい、雪が積もるとなんで、そこかなっていう感じかもしれないですけどね。一応男子と女子の試合いっぺんにやっちゃうとか、一日に。あ、よく、まあでもね、それこそね、はい、今回ありますね、アイジェスリーと一緒にやるとかあるんで、はい、アルミも結構やりますからね、うん、一緒に昔皇后杯、天皇杯も前座でしたもんね、はい、女子。あ、そうですね、はい、同じ日にやってましたね、国立時代は結構 ね、そういう感じでしたよね、うん、それが多いと、ね、男子しか見ない人が女子のサッカー見るきっかけにもなって、うん、いいかもしれないですよね、うん、早めに行って女子の見ようみたいな感じ、一、うん、チケットで、ただ中継が結構大変らしいですね、準備、設営がなかなか確かに裏側の話をするとそうですよね。やっぱ女子と男子って放送するあれが違うじゃないですか、会社が違ったりとかすると、うん、じゃあ女子がやってる間に
こう準備をでもある程度しとかないと男子の中継に間に合わないとか、でもサッカーやってる間にそうなんですね、カメラは移動できないし危ないですね、そういう多分難しさもあると思うんですけど、なるほどね、他には他にはまあいろいろありますね。はい、あ、プロ化の話ですね。まあこれはまだちょっと出始めた話なんて何とも言えないですけど、どうですかね。どう思います。どう。実際、まあ、私個人的な意見ですけど、日本はプロ化しなくてもいいんじゃないかなって思う。そういう感じなんですね。それどうしてですか。まだなんかそこまでの、なんて言ったんだろう、こう。気持ちがないっていうか、そのプロになるって結構こう責任が出てくるじゃないですか、こう仕事としてやるっていうのをまだこうちゃんと考えれてないっていうのが、こう多分選手たちもまだそういう準備もできてないので、急にプロ化してもそれこそなんか、うん、プロってどうあるべきかっていうのがあんまりないから、なってもそこまで変わらないんじゃないかなっていうのを思うので、ドイツはプロでした。ドイツもそのドイツ人の人は働いてやってたりする。そうなんですか。でもこう一応こうクラブからその少しは出るんですよ、金額の差があって、はい、なので一応こう出てる分、まあプロとは言えるんですよ、ちょっと出てるから。だからそれで、だから完全に男子みたいにプロっていう感じではないですね。あ、そうなんですね。海外でもなかなかやっぱでも、ね、完全にプロってなるとやっぱハードルは高いですよね。そうですね。だからまだこう、うん、それこそ半分プロぐらいからスタートしてってもいいんじゃないかなって。そうそう、徐々にプロっていうものがあるんだっていうビジョンの中で、憧れ対象としてね、若い子供の頃から、あ、女子もプロあるんだ、どういう人がいるんだろうっていうのをある程度明確に見てから徐々に広げていってっていう。そうですね。はい、確かにそういう、まだちょっとイメージが湧かないところはあるかもしれないですよね。だって将来の職業でサッカー選手って書くのってやっぱ男の子ですね。女の子で女の子でサッカーやってて将来の職業にサッカー選手ってやっぱ書けなかったですよね。私薬剤師ってわけわかんなかった。思ってもない思ってもないですよ。ちょっとカッコつけて薬剤師みたいな。私も大工って書いてる。大工すごいな。なんで大工って書いたんですか。なんかなりたいなと思って、ああいうとこ登りたいなって思ってた大工。めっちゃ可愛いですねそれ。でやっぱこう明確なこうプロとかそういうビジョンがない分、サッカー選手っていうのがやっぱ女の子って精神年齢がちょっと小学生でもちょっと高くなるじゃないですか。そうするとこう現実にないものに対して夢を抱くっていうのが恥ずかしいことみたいな感覚にもちょっとなりますよね。やっぱ現実的な何かこう 見ちゃうというか。だからそうし、ちゃんと仕事でやるってなる、こうやっぱ責任の問題だと思いますね、気持ちの、はい、確かになんかいろいろいっぱい出てきてる。話してるうちにいっぱい出てきた。バイクいいねって出てきたんですよ。あ、前半戦の MVP の選手って西さんから見て誰かいますか。あー、そうですね、個人的にはまあ日テレ今走ってますけども、はい、まあ私は、まあ、選手出たからっていうわけじゃないですけど、田中美奈さんは推したいなと、はい、思ってます。得点をまた取りそうですよね。実際どうですか田中美奈さん。いやもう昨年からしっかり点も取ってるんで、うん、あとそのカップ戦のあの話とかも聞いて、うん、あ、やっぱちょっと一個成長したのかなって思うんで、うん、ね、ぜひ代表に入ってほしいんですけどね。やっぱりそれは本当ですよね。頑張りたいなと思ってますね。まあここはね本当に皆さんいろいろ思いがあると思うんですけれども、でも多分きっと今のこの流れを経た田中美奈選手はまた違った姿見せてくれますよね。なんか本当にこう乗り越えてくれたというか、本当まあこうプラスに捉えればいい壁をもらってそこを超えれたっていう感じはしますよね。そうですよね。でも私代表のことについて、あの浅野さんの書いたコラムめっちゃ好きで、でも皆さんに読んでほしいんですよね。こう涙を美談で終わらしちゃいけないっていう。いろいろ。本当にあれはちょっとぜひ皆さんちょっと検索して読んでほしいです。ぜひ読んでください。あと神尾の選手いくつまでやってくれるのか、ちょっと名指しできましたけど、女子選手の大体何歳ぐらいまでやるもんなんですか。
やれる人は30後半とかできますけど、だいたい考えるのは30前後ですよね、うん、それでもちょっと伸びましたよね。そうですね、うん、昔よりは、はい、20代それこそ半ばぐらいで引退考える選手が多かった、うん、その引退を考える時っていうのは何を考えて引退しようと思うんですか？体力、一番大きいのはこう自分のイメージと体の差、こう動きたいんだけどそれができなくなった時に、ああできない、自分はできないんだなって思ったら、こうやっぱトップのレベルではやっていけないなって思って考えるのかな例えばご結婚とか出産とか、うん、そういうのも考えてやめるっていう人もやっぱりいるんですか？あ、いると思いますね。やっぱりサッカーより、まあ、その後の人生の方が長いんで、やっぱどうしてもこう子供見たいっていう人は絶対いると思うんで、うん、やっぱそれを考えた時にじゃあいつ辞めるのがいいのかっていうのは多分いると思いますね。確かに選手しながら出産して子育てしててできたら一番ベストですよね。そういう人もいます。宮本さんとかもそうでしたよね。全然いますね。でもやっぱり難しいですよ。みんながみんなやっぱ環境的にできるわけではない。そうですね、まだまだ、はい、だし本当自分も経験して思ったけど、出産して体がこんなに変わるものか全然違いますか？全部ぶっ壊れたのみたいなその後にやっぱ現役復帰した宮本さんとか、すごいなって思って、絶対ダッシュできないよって思ってママさんアスリートすごいですよね。一回大怪我したみたいな感じですよね、うん、そう、そこまで。だからすごいなと本当思います。なんかそういうサポートもね、うん、もうスポーツ界全体でもっとできたらいいですよね。そうですよね、サポート的な部分がどん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 、ぶっ壊れてた気になっちゃってるこれ男性は分かんないですからね、この感覚はね。残念ながらもう身には慣れないんで申し訳ないけど、女子ならではな、はい、直面する問題というかですよね。まあ、でもあれですね、結婚しても続けるとか、あるいはその、まあ、プレーをするかどうかは別にして、出産をしました、でも例えば解説で、仕事ができますとか、あるいは、まあ、なんだろう、その教会の中に入って、仕事ができますみたいな、なんかそういう体制でできるといいですよね、将来的にね。宮本さんの時は結構こう、はい、ベビーシッターの人とかもなんかついてくれたみたいで、あのやっぱそういう事例があるとこうちゃんと動き出してくれるみたいですね。ただこう不安はありますよね、どうなるんだろうっていう、分かんないんでね。じゃあ自分が実際こう産んでまたやろうっていうまでのやっぱこのモチベーションとか気持ちの部分でまだトライできないとか、そういう選手もいそうですよね。あれかな、プロ化ももちろん大事なのかもしれないけど、うん、そういうなんか不安要素をなるべくこう、うん、なんだろう、取り除き、ね、取り除いてくれるような体制を今作っていくっていうのが大事なんですね。そうか、いいと思いますね。本当世の中の社会的にも今女性活躍社会って言ってますから、なんか被るところはありますよね、うん、そういう意味では。 それこそ選手からこうどんどんアンケートじゃないですけど取って、本当に現在今プレーしてる選手から将来何年後に向けて何が不安かっていうのをアンケート取って、それを一つ一つ潰していくっていうの大事かもしれないですね、うんうん、そっちの方がこう力を入れてった方がいいかもしれないですね。はい、質問いっぱいいただきましたが、もうオーバーしちゃう時間もなくなってきましたので、ここで一旦質問コーナーのカフェトーク、このコーナーは終わり、はい、一旦コマーシャルです。そうですね、選手にも出ていただいたんですけど、なんま出ていただけると思ってなかったんでナイスコネビーベリAbraça Sakakin e todos os torcedores madridistas aqui do Japão. それでは今週末8月31日土曜日から再開しますなでしこリーグ一部第10節の対戦カードをご紹介します。はい、こちらです。まあ、ベレーゼが今独走というか、はい、勝ち点は並んでますけど、勝ち点は並んでますけど、はい、得失点差がすごいんですね、はい、倍、2位の倍ですからね、はい、でこの試合は再開試合ですので、いろいろとあの、はい、イベントなんかも企画をされていまして、はい、アイナックの試合はさっきも言いましたけど、はい、グルージャ盛岡とダブルヘッダーの試合があったりするんですよね、はい、
1枚のチケットで両方見れます。両方見られます、うん、じゃあ31日土曜日に4試合あって日曜日に1試合、はい、これですね、これいいと思いますよ、うん、3時からグルジャの試合があって、その前に、はい、その前に12時からアイナックの試合があった、はい、から両方のファンが両方のことをまた興味持って見てくれたら、はい、広がっていきますよね、選手、うん、選手じゃないサポーターが、はい、はい、ということでこれはね1枚のチケットで2試合見られるというお得な試合です。その他イベントご紹介していきましょうか。浦和レッズもいろいろと企画がありまして、はい、ちょっと見えますこれ多分携帯で見てる人読めないからねちっちゃって感じですよね。これ iPhone で見てる人も多分もうおかしなことになってるよ。いろいろあるんですよ。あのアンダー15の女子サッカー選手の優勝が、はい、おすごい拡大機能があるんですよ。マッチでインフォメーション2000名様に配布とか、あとあのトレーニングに食べてる食事と同じメニューがおースタジオで食べられるとか、面白い。あとハッピネスプレーとチアダンスのパフォーマンスなんかもあったりしますね、うんうん、おしかもレッツレディスの選手サイン入りポストカードのプレゼント、いいですね。あのレッツレディスはあのなんか試合 の, あのカウントダウン、あのなんだろう、あと何日みたいなのを、はい、今あの選手が、告知でやってるんですけど、それを選手に対して菅澤選手が一言ずつコメントを加えていくのは結構面白いので、はい、意外な紹介をしてくれるのでその辺も注目してくれるといいかもしれないですね、はいはい、他には、次は何が出てきますか。はい、ノジマステラはですね、選手が考えたデザインした、T シャツとキャップの販売があります、うん、かわいい。石田みなみ選手と田中芽生選手共同デザインのオリジナルキャップと、石田みなみ選手と小林美晴選手が共同の作ったオリジナル T シャツが完成しましたということで、ーホームページに、ね、お二人が着てるような写真も載ってたりするんですけども、うん、楽しいですね。選手がこうやって自分でデザインしてそれをグッズで販売っていうのはきっと買う方もそうですよね。しかもこれ被ってると選手絶対覚えてくれますからね。絶対覚えてくれる確かに私がデザインしたって被ってくれてると思ったら絶対 見られるんで、これ被ってた方が得だと思います確かに嬉しいですね。嬉しいですよね。確かに確かに、なんか普段使いできるのはこういうグッズってね、選手主導でってのあんまり聞いたことがないよ ね。確かに珍しいですよね。多分シンプルだから確かに普段着ててもあんまりこう分かんないですもんね。サッカーのグッズっぽくないというか、はい、キャップの正面はあのももちゃんこの、ね、あのキャラクターのシルエットになって、確かにシルエットだからよりそうそうそうスタイリッシュな感じになってますよね。普段見かけたら喋りかけそうになっちゃう。喋りかけちゃう。おー、かけてるんで。おー、ありますよね。ありがとう。まず二度見はしますよね。あとは、他には、どんなイベントが、はい、あ、これ日テレですね。モミピーのかな。そう、モミピーのね、はい、プレミアムシートもありまして、はい、今回は、選手の直筆のお手紙がもらえるというプレミアムシートが、はい、100名限定ですよね、はい、この後もそのいろいろプレミアムシートっていうのは、はい、ど真ん中で見られるんですけど、選手が考えたなんか次は、写真でしたよね、はい、生写真プレゼントとかそういう企画が凝った企画がありますから、それぞれのホームページをチェックしていただいたりして、はい、続いてアルビレックスですね。これボールを運ぼうというイベントがあるそうで、多分ドリブルとかを一緒にしようってことですよね、きっと。手でさすがに運ぼうだったらなんか、ね、ドリブルみたいになっちゃって競技違うなんかボール片付けてるだけみたいになっちゃう小学生から成人の女性ということで、はい、あの詳しくはホームページをご覧いただいてお申し込みください、うん、お二人が注目するカードってありました？次節ああ私は野島推しなんで、いつでもあそうなんですか。地元近いんで、はい、そうですよね。あとは、はい、よく野島の解説もちょくちょくやらせていただいて、うん、あすごい変わってきたなって思うところもあるし、うん、であの監督変わってどうなったのかなっていうのもいろいろありますし、でまあ順位がちょっとあんまりないっていう、あんま行ってないっていうのもあって、ちょっと頑張ってほしいなっていうところですね。西さんはどうですか？この試合実況担当で、まあ、今日明日と、両チームちょっと取材にこれから行かせていただくので、はい、どんな感じなのかなというのを見てみたいと思いますけども、ジェフは山根さん帰ってきました。
帰ってきたの。そうだ、そうだ、帰ってきましたね。帰ってきました。帰ってきちゃったか。なんで帰ってきちゃったその反応が面白いですよ。帰ってきちゃいましたということで。果たしてキーパー誰になるのか、まあ、なも含めてちょっとこう楽しみにしたいなというところですね。またスタメン争いがそうだとなりますね、はい、結構ありますんで、で、まあ、後島の方もね、今度は田中陽子選手は逆に海外行きましたので、まあ、そういう意味では結構いろんなあれがあったりとかしますねという感じで、はい。で、あとは何だろうな、この中で言うと、あとは、まあ、ベレーザが初戦で伊賀なので、まあ、伊賀は結構がっつり前からも来ると思うので、その辺、あと道上選手が、カップ戦で8試合8ゴールなんですよ。すごい、すごい取ってんですよ。なんで、まあ、その勢いがそのまま来るのかどうかっていうところも含めてちょっと注目はしたいなというふうな感じですかね、はい、スーパーチャットいただきました。アキレイソルさん、アキレイソルさん、今週もお疲れ様でした。日本サッカーの発展になでしこも重要だと思います、うん、この番組を続けていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて2部の対戦カードをご覧いただきましょうか、はい、こちらも8月31日土曜日から再開いたします。はい、こういうカードになっています。土曜日に4試合、そして日曜日に1試合、はい、あります。いやでも2部の環境もだいぶ変わりましたよね、うん、こうやってみるとちゃんと地域色出てますからね、うん、でもオルカなんて私それこそ本当初期の頃に北本彩子さんが監督になるってもうすごい衝撃のチームでした、うんうん、まあでも北本さん本当になんだろう、チームの顔みたいな感じで結構地元で ね、いろんなことをやってらっしゃるみたいだから、うん、もう鴨川では多分もう本当に地元の皆さんはみんな知ってる、うん、そういうところだし、あの亀田総合病院っていうスポーツのリハビリとかすごく、うんうん、有名な病院なんですけど、はい、そこが結構選手の受け入れの場所になってやっていたりっていうことで、だから働くっていう、働きながらサッカーするっていう意味でもすごく大事なことをやってるクラブだと思うので、うん、はい、この辺も面白いですよね。うん、ね、2部の方もぜひ皆さん注目して応援してください。はい、以上、次節の対戦カード紹介でした。もう1時過ぎちゃった。はい、過ぎちゃいました。はい、エンディングの時間になりましたが、喋り足りないことはありますか、お二人。大丈夫ですか？告知とかがあれば。なんか、ベレーザの昔話とか聞きたいねんな。せっかくは聞きたいですよね。はい、じゃあ、また今度ね。ってことはまた今度来てくれるってことですかね。そういうことですね。そんな話したらまたスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。サッカー好き浜本さん、いつもありがとうございます。ちょっと遅くなりましたが、ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。いつも楽しい放送ありがとう。こちらこそいつもありがとうございます。33です。ゾロ目いい年になりましたよ。では、はい、続いてですね、なでしこジャパンの女子日本代表の試合の情報をお伝えします。10月11月に国際親善試合が2試合予定されています。10月6日日曜日に静岡県の IAI スタジアム日本平でカナダ女子代表と対戦。カナダ強いですね。カナダ強いです、うん、はい、これはいい試合になりそうですよね。午後2時30分キックオフで、こちら TBS 系列で生中継です。チケットも現在発売中ですからね、ぜひチェックしてみてください。続いて11月10日に福岡の北九州スタジアムで午後3時キックオフ予定。対戦相手はこちらは未定です。なでしこリーグとともになでしこジャパン、現在のジャパンがまたガラッとね、はい、若い選手に変わってますから、うん、そういう部分でもぜひ応援していただいて、はい、そこからまたなでしこリーグっていうのでも取っかかりとしてはいいかもしれないですよね。そうですね、うん、ぜひなでしこジャパンも応援してください。最後に番組からの告知です、はい、週一なでしこカフェは今後毎週木曜日12時から番組を配信していきます。次の9月5日もゲストをお呼びしてたくさんのことをお聞きしますので、もうぜひランチタイムはなでしこカフェをお供によろしくお願いします、はい、お願いします。では最後にお二人からちょっと見てる皆さんに一言ずつメッセージいただけますか。一言ずつまあ二言でもいいんですけど。二言でもいいです。いや、もうここに見に来てくれてる人はもうコアなファンだと思うので、うん、このまま怖さを続けて熱く応援してほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。西さん、あの今週末からまた再開されますんで、ぜひ、YouTube で皆さんあのリーグ戦の方はご覧いただけますので、それからあと今週末の試合は確か日テレで地上波で中継があるのかな、はい、日テレベレーザの試合、あと岩手はなんか地元のめんこいテレビでも中継があるという話も聞いていますんで、ぜひそちらの方でもご覧いただければなというふうに思っております。ありがとうございます、はい、私たちをしっかり告知していただいて感謝しております。ありがとうございます、本当にということで、リーグ後半戦もなでしこリーグ、はい、ぜひ応援してください、ここまでのお相手は森口香織と長谷川優と長里浅野さんと西達彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週もぜひご覧ください。さようなら。また来週。